経験値が全部1なんだよね。やっぱサバイバル術みたいなさ。医療メモ、このメモは？あれ？作ろう。ここ行けない？行けないか。向こうなんかない？なんかあるように見えるけどね。ここ行けないよね。ここ行けないよね。なんか今うまく出なかった。オーディオ確認するか。ここも行ったもんね。ここ行けないしね。行くか、じゃあ。もう一回向こう行くか。え、板持ってるし、チョコレート持ってるよね。リトシさん。いけチョコレート持ってる。うわー、クソ野郎だよ。チョコレート持ってなかったな。あとアイテム、ちょっと預けるか。どっちみち拾うと思うけどね。あんな簡単なアイテムだったら。どうなんだろうね。どっちみち拾いそうな気するけどね。ピッキング用品いらないよね。あ、ま、銃持ってく？銃持ってくのありかな？銃持ってくのあり？銃ちょっといたん、そう、これ。拳銃。あ、ま、19発。使ったこと一度もないんだよね。ああ、壊れてるってなってる、ほら。サバイバル。クラフト。なんかチョコ持っていくか。忘れない。OK。行こうか。車修理いいか。ああ、ついでにさ、じゃがいも農園によって、ここ雨降ってる可能性あるから。雨降ってたら、じゃがいも回収。荒れてんな。あれてん、じゃがいも回収してえな。回収しちゃう？回収しちゃう？回収しちゃうか。回収しちゃうか。どうせしょんべんするでしょ、こいつ。しょんべんしろよ。いっぱいしょんべんしろよ。頼むぞ。しょんべん頼むぞ。しょんべんしね。なかなかダメだ。前がちょっと格変だったのかな。ダメだ、全然しょんべんしねえ、こいつ。匂いが足りん。頼む、一回ぐらいして。無理やわ。雨降るの待つ？水あげるのなんかもったいないよね。あの水不足を考えると水あげるのもったいないけどな。いいか、食料難になる可能性もあるから。なんか今食料いっぱいあるんだよな。コーディ頑張ってるな。ね、コーディ頑張ってるでしょ、めちゃめちゃ。この子はほんとね、いい子よ。ここでさ、じゃがいもを小麦粉にできるんだけど、これでね、じゃがいも3個使うのか。クラフトでやるやつと同じだね。いいや、じゃあうちのクラフトでできるから、いい。うんうん、ラメールさん、長見さんも頑張っていきよう。俺ほど頑張ってるやつおらんぞ。みなみさん、クス長見ママも頑張ってますね。うん、俺の大好きはちょうど米粒20個分。頑張ってるよ。じゃがいもくれる可能性あるからね、こいつ。あ、来た。ほら、2つあげるって。
じゃがいもくれた。こいつ家賃でじゃがいもくれるから、家賃代。身代金要求してる。身代金じゃないわ。オッケー。あの木、あそこの木が生えたら、ちょうどコーディ向こうの木も生えるからさ。あそこゾンビいるからさ、上行ったんな。でここからまっすぐ上行ってキャンプ場。多分もう作物の種は心配しなくていいんだよね、多分だけど。夜になっちゃうわ。どっちだっけ、ダッシュボタンがないのがきついな。ちょっとダッシュボタンね、やっぱりないよね。ボディ修理、ボディ遅いな。ボディ頑張って。え、壊すんじゃなくて直すの？俺向こうが行きたかったんだけど。構えてみよう。こっち来いよ。来ねえんかい。来ねえんかい、これ。え、ここから行けるんじゃないの？ここどうやって行くの？あ、こっから行くのか。拾う？拾うって何？メモ。リパシさん、コーディの判断に委ねよう。それも成長の一環よ。グッドゲーム。え、これどうやって向こう側行くんだろう。行けないの？こっから行けるんじゃないの？スキルポイント1ってあるな。これか。ガチャガチャ。ラメールさん。行きたいよ。コーディの HP が満タンないとき、移動するとコーディの HP が2回復するんだって。腐ったもん食わせ放題じゃないこいつ。これ分かったかな。ここ行ける？行けないんかい。取引、これなんだ、鉄の棒。鉄の棒今作れるって書いてあったな。こいつチョコバー、チョコバーあげるのってこいつなのかな。あげてって、ここも来る必要ない、もしかして。野草、なんだっけ、野草5つ、キノコ5つ、野草5つ、キノコ5つ、肉3つ。肉3つか。リパシさん、今更なんだけど、このゲームってもともとは英語？もともと英語。いや、中国語だね。中国語だったような気がする、もともとは。ん？怖い。あと、慰めることができない。これな、ここ通って行ってみるか、こうやって。リパシさん、中国語なのか、お会いに。そう、もう行けないよね、もう行く時間ないよね。やっぱり明日行こう。なるべくハテナ通るルートで行く。ハテナ通るルート、こう、ハテナ通ってここからこう帰る。ああ、もう勝手にルートが、ここ通って帰るか。いやー、もうしょうがないね。そしたらもうすることなくね。どうしようかな。ラメールさん、じゃあまた最後の最後のセリフでアーカイブ非公開になるのか。あのゲームほんとやばかったね。ほんとやばいからな、冗談抜きで。こといっか、一旦お休みしますか。
クラフトの本が多分明日になって読めてるよね。コーディステータス見る？コーディステータスで残り8時間って書いてるもんね、あのコブ1が。コブ1が残り8時間だから多分睡眠取ったら OK だと思うんだよね。水は？あ、水ちょっと増えてる。あー、水ちょっと増えてるね。やっぱあそこの蛇口直してよかったね。リパシさん、長見の非公開アーカイブ反省会とかあったら何十時間もかかりそう。本当にね、聞かれちゃまずいこと別に言ってるつもりはないけどさ、家にいる間ゆっくり体力回復する。いいか、一旦ここで水汲むか。ボディちょっと水汲んで。水、これサバイバルだよね確か、経験値。サバイバル経験値。本読めるだろうね。もうコーディ、コーディコブがまだ残ってるな。コーディコブがまだ残ってんな。コーディここも取れるんじゃない。ガソリンは修理も。で、雨降ってないでしょ。どうしよっか。あ、本読める、本読めるかな。あ、来た来た来た。これクラフト、この効果は1時間あるって書いてる。うん、餌を作るためには何が必要でしょうか。え、餌、じゃがいもで、でんぷんじゃないよね、じゃがいも。それはうまくいかないんじゃないかな。ロックピクツが最低、これは 2レベル。クラフトする際に時間を節約するには電気使う、電力供給。これでいいの？一個間違えちゃったな。でんぷんなのかな？お、クラフト成長 2が横になってる。あ、下についてる。オーディが追加のクラフト経験値を2を。1時間だけ有効って書いてあったけど、調理ってクラフトに入るのかな？ 40。でんぷん化したい、これは。でんぷん、でんぷん。でんぷんにした方が多分いい。半個で。あれ、90、60。でんぷん。あれ？でんぷんってここでできなかったっけ？あ、これか。ここだ。もうワンランク1個上だ。で、木製品。木。これ。OKOKOK。コーディいけ。コーディクラフト。クラフトいけ。追加経験値を得るんだ、コーディ。頑張れ。コーディ、リパシさん、コーディ頑張れ、長見に負けるな。それはないでしょ。経験値多いな。いいね。コーディ行こう。この調子で木炭作ろうぜ。木炭。無限に作れるよ、多分、木炭。無限に作れるよ。木炭どこまでも行こうぜ、コーディ。コーディ、木炭どこまでも行こう。木炭。無限に作れるから、コーディ。リパシさん、54個。これは英才教育。54個。木炭54個。コーディ、木炭54個いけるか。コーディ。頑張れ頑張れコーディ頑張れ。これこの間にさ、コーディのスキル上げていいんじゃない。なんかダメだ、全部ダメだ。これやったら一気に経験値入りそうだね。コーディ頑張れ。54個。コーディいける、お前ならいける。コーディいけ、コーディ行け、コーディ、コーディ水飲みたいか、コーディ水、俺も水飲みたいわ、コーディ水不足だわ、水なくなっちゃった。よしよしよし、クラフト経験値444444454が入る。いいわーいいわーいいわー。これだからやめらんね。これよな、これ預けるか。よし、あとはクラフトっていうか、これ修理か、修理するか。
おがくずがない、おがくず必要だったんだナイフの修理でおがくずが必要だったみたい。おがくずないわおがくずって必要なんだ。リパシさん、そんなことある、そんなことあんの。リパシさん、おがくず悔しいか、おがくずか、これいいか、これスコップちょっと今のうちに、コーディ、あ、コーディ直せないのか、じゃあ一緒にやるか。あ、いや、コーディ見てもらおうか、早く覚えてほしいな。バールもついでにクラップで、多分コーディできないよね。バールも直して、斧ってどこで使うんだろうね。斧は修理できねえから、これの修理は布切れ割と重要なんだよね。木材もないね、木材全部使ったもんね。そしたら、待て待て、コーディ経験値はどうなってる。クラフトに250あるよ、クラフト。ガチャれるわ、2回ガチャれるわ。どうか、料理浄水するときステータスが回復する。獲得ポイントが2に達する。あ、今から浄水するからいいかな。薬剤でコーディネス作業スピードはいいのよ。よしよし。もう1回。来た、人かじり、ポイント3。速度、先ほど、浄水。浄水は今後もやるからね。人かじりがコーディの成長に一番役立ちそうな気がする。ね。ほんとよな。ある程度マックスいったらもういらなくなるとは思うけど。簡単な罠。主にウサギ捕獲で使う。もしゾンビにかかったら。え、なになにこれ。これウサギの捕獲に釣り竿、俺そういえば作るの忘れてたな。釣り竿。食料難が一気に。水を作るやつってないのかね。これな、これ4つ作りたいんだよね。今1個作れるから、あ、2個作れるか、2個作るか。コーディ作って。うん。うん。よし、行こうか。もう十分でしょ。で、浄水、外のさ、雨降ったからさ、結構汚水溜まってんじゃない、外の雨でさ。雨降ってほしいな、マジで。あー、取れるようになってるわ。だけど、巻く水がないんよな。なんかゾンビの声聞こえない。コーディはよくやってる。長身が親なのに本当によくやってる。ずっとゲーム。これ、ゾンビいるぞ。多分いるぞ。ゾンビの声来るぞ。いない？いないか。ガソリンがもうやばいね。これさ、家出てる間はさ、電源切るとかそういうやり方ありかな。薬草、薬草、トマト。コーディ収穫させるか。クラフト経験値がまだあれ4っていうのが出てんだけど、雨降った時さ、外に出たらさ、これ取ってるかね。あ、修理に手伝い、人かじり取得済みです。人かじり取得済みです。経験値1。よしよし、雨降ってほしいな。お、植える。トマトの種、コーディ植えて、しょんべん。ダメだ、ちほぐして、しょんべんチャレンジ。ダメだ、一旦土ほぐしてもらうか、全体的に。経験値どんどんね、これで稼いでいこう。コーディ頑張って育つんだぞ、いい子に育てよ。信じてるぞ、コーディ。植える。コーディ。コーディ。植える。南さん、ブランコもいつか治るのかな。ブランコ？あ、下のやつ。どうなんだろうね、これ。ないね。全然こいつ、匂いがないみたいだね。まあ、いっか。雨降ったとき、勝手に、あれなるのかな？一旦裏庭ではないといけないのかな？
さすがにあそこにあげる水はないわ。ここで、トマト。トマトめっちゃ。いて。ここで任せるわ。冷蔵庫に突っ込んどっか。種。あ、種。種持ってたっけ？種こっちか。オッケー。え、キノコいくつあったっけ？肉、野草、足りないね。飯食う？これ30だっけ？ 30 だね。一個取り出すか。エンジェルさん、今日も朝までこのゲームなのかい？深み12くるくる。わかんないんだよね。わかんないんだよね、ほんとに。これ、だけどもう、デイ16よ。16日よ。なんか50何日か生き残ったら、なんかとりあえずいいんじゃないみたいな感じあったけどね。エンジェルさん、わらわら。あれ？これなんか容器少なくない？これ容器6個なかった？これ間違った？ヨキさん、51日までですよね。51日だっけ？あれ？これ容器6個なかった？なんか4つになってるんだけど容器が、水の。あ、これか。あ、間違って入れてるわ。リパシさん、危ね。じゃあ生き残るまで終われませんか？やだよ。やだよ。外の木生えてるかな？外の木ちょっと軽く見るか。うん。エンジェルさん、51日まで生き残るまでか。ヨキさん、きついよ。せちがないの？せちがないよ。ワールドマップで。ここ、森林公園。ここ行って、簡易クエストみたいのあるから、それクリアして、うん。どうなんだろうね。よし、キノコとか生えてるかな。ヨキさん、クアリー全実績解除とどっちが早いですかね。クアリーはな。チロッシュさん、長見さんに厳しいチャット欄大好き。困るんだよな。ベイクドポテト12だったよ。ウィッチャーの再来か。南さん、おお、クアリー。クアリーな、クアリー風化やってたよね。あ、これ木材。コーディにちょっと取ってもらおう。サバイバル術上げたいね。エンジェルさん、クアリー楽しかったよ。あ、いいじゃん、クアリー。クアリー楽しいよね。うちのところでもよくもう一回クアリーやってほしいって言われたけど、俺、かたくなにやってなかったからね。かたくなにやってなかったからね、クアリー。なるべくみんながね。エンジェルさん、4人生存した。リパシさん、また10日間の4人生存すごいじゃん。長身を究極まで頑張らせる、お前に。ポーションクラフトってゲームわかる？あれ楽しいよ、ポーションクラフトってゲーム。あれ俺、めっちゃ中途半端にやめたんだよね。自分でも言うのひどいぐらい。シェア。ほらコーディ見るよ。こうやって皮剥ぐんだよ。くそ。南さん、うん、長民さんが酔っ払ったおかげで一部動画がないですよね。一部動画だ。イケメンは何が何でも守りきれた。深み12くるくる。イケメンいたっけ？腐った肉だって。あ、マジで。ヨキさん、人生は山あり谷ありくあり。は？これ撃てる？ほら、パチンコなんて使えないよって言うんだよね。よし、来た。ナイス！イケメンってどんなやつだっけ？どんなやつだっけな？だよな。こっち木材これか。これ、木材頼むよ。ここ木材パラダイスだからさ。サバイバル本読んでこっち来ればよかったね。収集早いわこいつ。エンジェルさん、ね、変なラジオいじれる男。変なラジオいじれる男。あれさ、物語の最初がさ、おかしいよね。なんかちょっと気になる子がいて、その子ともうちょっとなんか、なんだろう、一緒にいたいから、なんか車を故障させたふりしたんだよね、確かね。最初ね、お前たち今日は絶対帰れよみたいに言われてんのに。ああ、懐中電灯ね、電池か。そうそう、確かそうだよね、最初が。こっち後ろにちゃんと俺電池積んでるから、ここだけ取るか。お、クアリー懐かしいな。ここ、え、行って、実績解除って。エンジェルさん、あれ満月だから帰れって言われてたのね。あ、そうそうそう。で、
後からあの豆腐ってやつがいてさ、あの俺が本当に配信始めた初期の頃にデドバの参加型参加してるやつが、あこれなんかウルフゲームですよねみたいな、狼ゲームですよねみたいなこと言って、もう最高のネタバラシをしてさなんかあこれウルフゲームねみたいな感じで言ってさ、うん、南さん、うん、してましたね。ほんと最高のネタバラしたよね、あいつね。この配信の終わり、このゲームの全実績解除でもいいんじゃないか。やだよ。エンジェルさん、うん、わらわら。信じられないでしょ。マジで最低なネタバラしてさ。ほんとに。やべえな、こいつって思ったもん。マジで。時々、マジで信じられない系はいるから。やばかったよ、あいつ。エンジェルさん、最初の2人をなんで隠したのかよくわかってない。最初の2人をなんで隠したのか。え、どういうこと？一旦これ戻るか。いいアイテム拾ったから。よし。最初の二人ってどんなやついたっけ？ゾンビ、ビーゾン。今。今。エンジェルさん、ローラと彼氏さん。ローラと彼氏？覚えてねえな。あんま覚えてねえ。え？採掘始める？コーディが採掘。え？採掘？あ、今、うん、しゃい、ボディ大丈夫だよ。 Don't worry。 うん、リパシさん、ついにコーディに労働させる時が来たのか。コーディはいつも労働してるから。エンジェルさん、でも面白かったからやってよかった。深み12くるくる。あーよかったね。ああいうさ、なんだろう、ノベルゲームっていうの覚えてないってことは、うん、2周目いけますね。深み12見た。本当に俺全く全部を忘れるときあるからね。人としての記憶が全部欠如するときあるからね本当にいつでも新鮮な気持ちで生きてるよ俺は。うん、木材めっちゃ拾ったな。おかげさもめっちゃあるわ。リパシさん、長見ってそもそもやったゲームの内容覚えてるのあるの？忘れてるってある。卵もワクワク。卵は覚えてる、大丈夫。卵は覚えてる。辛い記憶しかないから、あの落ちた時の悔しさとか。ヨキさん、ある意味優秀な脳みそなのか。ノロさんが言ってたよね、前ね。インディ料理見た時さ、前もこれ見たよって言って、え、嘘、俺全然記憶ないって言って見て笑ってたらさ、全く同じ場面で全く同じように笑ってるみたいな。なんか言ってたよね。野呂さんが言ってたよね。全く同じところで同じように笑ってるっつって。なんか家に帰りたいっつってるけどこいつまだ夜の10時だろ。サービス残業始まったばかりだろ。コーディもっと働けよ。よし、うん。リパシさん、都合のいいことだけ覚えて都合の悪いことは忘れられる脳みそなんじゃない？長見は俺都合で悪いことは覚えてても忘れたふりできるっていう忘れたふりができるから。俺都合が悪いこと覚えてても忘れたふりができる。そこら辺は優秀よな、南さん、うん、わらわら。都合のいいことは覚えてたらちゃんと言うかもしれないけど、忘れてる時もあるかもしれないけど、都合の悪いことはね。あれでしょ、クドジャケットのワンシーンみたいなインド料理。 CD ジャケットな。優秀かもしれないけどクソやろ、わら。だからどっちかっていうと都合のいいことを覚えてるように見受けられるかもしれないね、結果としてはね。ちょ、ウサギに翻弄されてるわ。見えない見えない。ウサギ、あっ、あっ、ウサギ、こいつ過食部分少ねえくせによ。ウサギ、え、どこ行った？ウサギ、これウサギの穴、ウサギの穴、ウサギの穴ってこれ何なの？あ、ウサギの穴に入ったのか、逃げたのか。なるほどね。水を入れてね。ウサギ美味しい、長見派。ウサギ美味しい。いや、ちょっと行かないといけないからさ、スキルポイント。コーディ溜まってる？スキル。あ、溜まってるね、これが。ガチャれるわ。歩いて回復。収集。光沢。収集速度上げるかどうした？何か一個で。収集する機会が多いもんね、コーディね。働き詰めだしね。ゾンビいるね。これ、コーディ、約束。わかってるじゃん、コーディ。もう通過だよな、親子だしな。通過の中よ、コーディとは。ちこい。はい、今強、こいつ。硬っ。
もう持たない持たない武器が持たないダメ武器が持たない待てコーディこっち来いコーディこっち来い武器持たない待てリパシさん危ないあ今、うん、よし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 待て待て待てちょっと待ってダメマジでママ離せマジでオッケーちょっとナイフも壊れたちょっとなんもない一旦戻ろう帰ろうコーディ帰ろう本当にちょ待てちょママちょっとおかしくなるからさママちょっとおかしくなるから必死すぎだわらわらママおかしくなるよこれちょっと待てママがちょっとおかしくなるからちょっと一旦家に帰ろうコーディちょっとママおかしくなっちゃうから一旦家帰ろううんママゾンビになっちゃうからさ気を抜くとごめんなコーディ一旦冷蔵庫に入れるもん入れてから寝ますか空き枠がないなんかこれ腐ってないあったと思うリパシさんまたクスナガミママが危ないブンブンブン蜂がブンどうだろうだいつもだろうやだこれこれいいかでコーディに向かわせるかいいでしょう多少くるさっつってもいいでしょうこの辺入れとくかよし OK 一旦あ寝る前にコーディにナイフ修理さできるかなコーディ修理ってあできないか一旦コーディ手伝ってもらうよし OK 経験値 4もらってたね修理したらコーディと一緒に釣り竿作れるね、多分これで。火をまたぐじゃなくて。よし。水もなんだかんだで確保してるからね。はい、でもあまり多く持てない。リュックの枠が6減る。これ 60% 下がるのやめてほしいんだけど、マジで。無理でしょう。無理よな。作業台買えない。いいか、もうこれしかないか、もうあんま選べねえわ。よし。みなみさん。うん。ああ、降りてー。みなみ373さん。ウェイ。ウェイ。俺何やろうとしてたっけ。あ、そうそう、釣り竿。釣り竿、ほら。地下ですか。これ地上ですね。ほら、釣り竿作れるよ。コーディ。コーディが作ればいいからさ。コーディに作らせればいいから。こいつが使える。あ、弾薬。弾薬なんてあったね。ウォーターがなくなっちゃうって。コーディ飲んで。でも飲むわ。よし、釣り竿。オッケー。釣り竿釣ったって釣りするとこあるの？あるある。さっきの公園のところ。餌。腐った肉だってよ材料腐った肉だって腐った肉で餌なんてやるのあれじゃないのあの疑似餌疑似餌のことなんて言うんだっけ横文字使うよねこれ板が足りねえな鉄棒鉄の棒ってなんかで必要だったよね切れ味を良くするウェイ風花がリッパーさえ風花どうしたありがとう風花どうした切れ味を良くするんだってよきさんクスナガミ病気矢印ギジエさんギジエさんよきゼット4さんナイスギジエギジエが俺だろ、どうでしょうエンジェルさん、ありがとうね風花いつもありがとうねサブスクギフトありがとうありがとうねこんなうちの配信でサブスクなんてありがとうねあギジエよろしくお願いいたしますこれギジエって言ってるけど餌だよね餌って書いてるから消費すんのかな気になるな消費すんのかな何かで使ったよねエンジェルさん、うん、いいよ1000倍返しでね深み住みくるくるうん1000倍では返さんけどさまあ受けた恩はちゃんと返すタイプなんで、まあ、できる限り返しますようんリパシさん、うん、長見一緒に1000倍で返そう、うん、ね別に、まあ、返し方は人それぞれだから好きな返し方で俺はいいと思いますよ好きな返し方でよし
これであの板作ってね。よきさん、長見さんは万倍返しですよね、さすがです。万倍で返せないね。いいのよ解散で、わらわら。現地取れたよ、いきなり現地取れたよ。返さなくていいって。現地がどうしたどうしたあ、まあだけど何らかの形ではちゃんとお礼はしますけど。これは2個作りたいわ。あと1個あったらな。だけど次のレベル上げてもさ、欲しいもんないよね。ここアップグレードできるなんて、ここ欲しいのないよね正直。あ、でんぷんは欲しいか。じゃがいも、鉄板、メカニカルキット。効率化するにはメカニカルキット、メカニカルキット作りたいね。あ、じゃあやっぱ木材欲しくなるね。よき Z43、ブンブンブン、8がブン、俺の大好きはちょうど米粒20個分。バンバンバン。クラフト成長残り12時間、適用量。マン？マン？あ、サバイバルグッズ。あ、だけど物語伝えてみて、これなんだ？え、これ何？フィリップ。あ、こんな感じのがあるんだ、社交性。よきさん、ゴロがいいんだよな。母に近いも2位のキャラクターの体力回復し。リパシさん、フリースタイルラップ、ブンブンブン、8がブン、俺の大好きはちょうど米粒20個分。なんだよ、なんだよ。ミーナミ373さん、ブンブンブン、8がブン、俺の大好きはちょうど米粒20個分。なんだよ。これサバイバル、サバイバルさ、これサバイバルって修理できんの？あ、できねえか。これ捨てていいんじゃない？壊れてしまったってなんだろうね。本が壊れるってあるの？何？捨てるか。リュックのアップグレードもできないし、これ。エンジェルさん、これ配信してるの本当に長見しかいない。わら。そうだよ。もう、だいたい俺、で、近いだよ。俺しかやってないのばっかり。もう、ほんとそればっかり。エンジェルさん、世界で一人、深み住みくるくる。やったでしょ。長見っていつも世界一くらいで唯一の配信してるよな。そう。南さん、だいたい世界でしたね、わらわら。バルモ。バルモっていうか、もうここ最近ずっとそれよ。あ、もうこれ傷んでるわ、だいぶ。料理しないと無理だわ。あ、料理するわ。料理しよう。え、待て。料理本ってあったっけ？料理の知識上がるやつあったっけ？え、何座ってんのこいつ。こいつ座ってたからなの。こいつが座ってたから今は無理って言ってたの。ストレスの限界値いくら？ 1 時間持続するってもこれ1日なんだよね。コブ入れるか。うん。そうなのよな。タングステン。クリスタル、うん、からや、うん、オッケー。料理しよう。食材がもう傷んできてる。20分で、じゃがいもも傷んできてんだよね。これいくつだ。あ、じゃあちょうどいいじゃん。ちょうどよくねえわ。みなみさん、ゲームでストレスという言葉が出てるのが、なんか時代を感じますね。え、そう？あー。なるほどね。だけどこれあと1個あったらさ、ストレス社会よ。あと1個あったら、お、これ40増えんの？すごっ。そうなんやな。ヘイトとか言うのかな？え、ストレスって結構普通じゃない？そんなことない？コーディ一人に任せるわ。みなみさん、うん、昔はストレスという言葉自体が全くなかった。ああ、そんな昔ってことで？確かにね。昔はなんて言ったんだろうな。イライラするとかかな。イライラしてきたとか。そういう表現なのかな。ストレスってなんて言い方してたんだろうね、昔は。うん。本当に。リパシさん、ストレスといえば、実は元カノの襲来でストレスで血便が出て配信できなかった。クラフトなんだ。リパシさん、フラストレーション。なんかちょっと違う気はするけど、それ以外に浮かばないよね、言葉。ほら、こうやって新鮮度が上がるんだよね。ごまかせるんだよね、食材を。フラストレーションでいいのかな？音の気見ながら行くか。木材生えてるか。音の木生えててほしいな。生えてねえわ。ここの木生えるんだよね。
会えてないからもうこっち行くけど。一気に行く。うん。フラストレーションな。うん。マルチのタイプ欲しいな。このシングルタイプちょっときついな。なんか、あ、これか、腐った肉。疑似餌で使えるからいいか。餌で使えるのか。で、下行って、あ、そうそう、釣りしよう、釣り。釣りね、ほら、こういうとこで、ほら、いろんなとこできる。オーディ釣りして。僕まだできない。え、コーディ釣りしてる。俺釣りできねえもん。ちょっと待って。ちょっとコーディスキルで覚えさせるか。その収集。あったった。リパシさん、長見が釣りの見本見せないと。え、な、釣りの見本ね。コーディが罠を仕掛けてから。あ、コーディが釣りできる。これじゃない？これを覚えさせるんじゃない？これすんじゃ、え？アンロックする仕掛け？これ？これをアンロックしないとダメなの？ほら、コーディが3回の網の中魚を取る。1ポイント始まりがもうないんだ。これ見本を見せるとかじゃないんだ。これで罠を仕掛けてから、罠仕掛ける、罠仕掛けるも、コーディ、コーディちょっとあれだな、釣りができない、釣りがしたくないだったら分かるけど、釣りができないっていう意味が分からない。コーディちょっと良くないよ、そういうの。本当に良くないよ、本当に。上にゾンビいるじゃん。あのめちゃめちゃ硬いゾンビいるじゃん。硬ゾンビ。あ、待て待て、来てる来てる、コーディ来てるよ今。リパシさん、長見って絶対釣り待ってられないタイプでしょ。お前に釣り結構待てないだけど、なんか考え事あるときは全然待てる、ぼーっとできる。あ、ここまたあれじゃない、あ、電池か。ラメールさん、長見さん女性を釣るのは得意なんだけど魚は苦手だね勝手につけこばしするのやめてもらっていいか。てか女性釣るの得意だと俺絶対恋人いるでしょ。よし、もう腐ってもさ、なんだろう、今年の抱負は彼女作るとか去年言ってたんだぜ、一昨年も。なんてて彼女いるでしょ。いった、待て、間違った。あれ今、よし、オッケー。ラメールさん、釣った魚に餌をやらないのですぐ逃げられる。餌？餌やったきゃいけないのか、餌。リパシさん、もう今年とかじゃなくて人生の抱負にした方がいいよ。人生の抱負だろ。人生の抱負が彼女作ることだろ。虚しすぎん？やばすぎんか。これ、これ薬草。来た来た来た。よし、ナイスコーディ。よし。キノコここだけでも5つ取れるんじゃない？またゾンビが多すぎるよな。あれあれ、はじけパンダじゃない？はじけグマか。やくそ。来た。刺さなかった深く。今。よしさん、壮大なテーマだな。なんだよ、壮大な。こんな壮大なテーマあるか。え、コーディ何も気づかない？あ、来た来た来た。今。うん、今、危ねえ。オッケーオッケー、二段階刺しよ。よっしゃ、コーディ怖がってるわ。大丈夫だよコーディ、安心しな。本当に俺がいるからな。ちょ、コーディ音立てるのやめよう。ちょっと安心した瞬間。これこれじゃない？ラジオ拾うってあったよね。あ、拳銃持ってるやつがいるんだよね。やだなぁ、どうしよう。拳銃持ってるついたよね。でもリパシさん、長見が親になったら本当にこんなに子供を慰められるのだろうか勝手に甘えてくるでしょ、子供困ったら。大丈夫でしょ。あ、キノコある。あ、ここ下り坂か。あ、気づかなかった。あのゾンビ倒すか。子供が今こいつマジでやばいんだよな。ヨシさん、いいパパになるのかな、クスナガミ病気。いいパパに。待って、お、なんか変なモーション取ってる。見たことないモーション。あ、
あれ倒れてる時用かな。下の段にいるって認識だった。よしよし、2段爆発しねえな、まだ今。よしよし、爆発しそう。よし、爆発タイム。オッケーオッケー、弾けてバザれ。よしよし、オッケー、大きいのこと取ってな。あー、またピッキングツールか。リパシさん、長見が子供の授業参観とかで教室の後ろで笑顔で子供見守ってたら笑っちゃう。俺を何だと思ってんだよ、マジで。普通にいるやろ。うん。だけど、子供が、もし、あの、なんだろう、授業参観行くじゃん。あ、これじゃない？餌を置く。釣りたての餌？オーディ。これでいいの？ボート。うん。あ、ボート乗ったらもう。もうアイテム欄いっぱいなんだよな。どうしよう。斧って使わないよね、全然。あ、山菜。山菜いいね。キノコ。あ、俺、おっとと。なんかギリギリと聞こえるけど。え、あ、戻ってきたの？あ、ここでさ、ほら、キノコ、あれ？またあっちかかんない。キノコ料理、ほらこれ、これ一度作ってみたかったんだよね。こうでいけるか、腹も喉も潤う。キノコ、この野草も集めてさ、これ肉、肉もな。焚き火で焼き魚とベイクドポテトも、じゃがいもも1個持ってこようかな。2個持ってこようかな。もうアイテム欄いっぱいだよね。一旦帰るか。もう時間も時間だしね。帰るか。あ、ポテト鳴ってるね。あ、木も生えてるよ、木。リパシさん、こういう料理見てるとキャンプって感じがする。あ、木が生えてるマーク出てるよ。野生動物とか工具とかさ。あ、こんなのあったんだ。水マークある？水マークないか。ちゃんと見てりゃよかったな、もっと。キャンプ場してる？なんかキャンプ場さ、駐車場って砂利だよね。あ、腐ったりとか。これ何？あ、水の雪か。ここら辺。ないか。ウォーターがもうほとんどないって。あ、キノコ5つになったよ。これさ、料理でできるのかな、料理。あ、これアップグレードしないかな。あ、鉄の棒が足りないんだ。それで鉄の棒を3本、鉄の棒を3本。クラフト成長は残り5時間。鉄の棒3本、鉄の棒3本、鉄棒あった。3本作れる。あ、3本作れるわ。こうで行こうぜ。3本作って、これで料理が、料理が来た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 。料理レベルアップするんじゃない？じゃあダウングレード選んじゃった。コーディ一緒にやろう。システムキッチン作ろうぜ、一緒に。これアップグレードは？リンゴとプラスチックの破片は作れるけど、オーリングってなんだろうね。これでどうなったの？え、何？これ何？あ、糧食っていうのが出てる。糧食。糧食になるんだ。すごいね。こいつも入れとくか。空腹はごま。キノコスープが俺作れんのかなって思っちゃった。これ喉も潤ってよくない？キノコスープ喉40、食事20。
ここであの疑似餌作るか。疑似餌あった。腐った肉の使い道ってこれしかないよね。ここで行け。いやー、だいぶもうお水が足りないですね。お水そろそろ、あるある。ここでいい、ここでいい、くめ、ここの水くめ。おっ、やったね。ここでやるやん。雨降ってくんねえかな。雨降ってほしいな、ガチで。割とガチめで雨降ってほしいな。ここの水は？あ、水できてるじゃん。ここでいい、ここでいい、ここの水も汲んで。やっぱあそこじゃがいもに加えなきゃよかったな。リトシさん、てるてる坊主逆さに釣ろう。こっちの方がいいの？あ、そっか。リュックに待ってる攻撃力がマイナス2。何人ダメージが追加で 35% ダメージ。復活するんだったら最大影響。飯はあるからこっちか。これにするか。よし。ナイフもやばいね。うん、ツールキットっていうのが作れないと他のやつらも全部ダメなんだろうね。木材だね。木製品、待って、もうクラフト成長残り4時間で出てる。これまた作るか。ボディ、ボディいって、よし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 、これ作ろう。頑張れ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 、いけるから。よしよしよし。そしたら鉄板、鉄板がないのか。鉄板って作れんじゃないの？鉄板、これガラスか。鉄板これ、あ、鉄板はすぐ作れるね。そうだよ、スクラップ、スクラップくずみたいのは何？スパイクボード、スクラップ。あのさ、パチンコの玉って何なの結局。スクラップ持ってても打たないしさ、分かんねえ。あと1個ね。これはあと1個あればいいのね。あと1個あればいい。で鉄板が残り4枚。鉄板4枚。1、2、3、4。OK。鉄板4枚。OK。できた。OK。鉄板4枚で、おがくずいらなくない？おがくずいらないよね。回収台アップグレードしてねえな、そういえば。メカニカルキット使うんだ、これ。効率アップグレードか。合成時間は減らん。別に減ってもええんだけど。また一気に何か作るときに本読むか。本って修理できないからね。で、これでアップグレードできるね。オーディ助けて。来たよ。じゃがいもがやっと使えるとき来た。材料がない。料理に使った。料理に使った後だった。鉄の棒4個作るか。鉄の棒4個。で、鉄板が6枚。鉄板6枚。鉄板6枚。手伝ってもらうか。リパシさん、うん、コービーもこんな若いのに親と作業とかほんと頑張ってる。応援してあげたいね。え、だけどさ、親と一緒に作業してるから楽しいんじゃない？ママと一緒に。ワクワクさん。あ、クラフト経験値変わらんな。あ、楽しんでると思うけどね、ママと一緒で。コービーね。ね。2個。え？ 2 個じゃないんだ。リパシさん、うん、それは親が好きだったらの話だね。ブンブンブン、ハトがブン。
何が言いたい、何が言いたい。コーディ絶対俺のこと好きだから。これアップグレードは、アップグレードツールキット使ってもアップグレード変わらないんだ。オーリングとプラスチックね。リパシさん、お前何を知ってる、マジで俺の俺の何を知ってる。プラスチックの型、これなんだ、武器の毒皮膜。毒の子遠く、あ、オーリングあった。プラスチックってどこだっけ、なんかあった、これだ。プラスチックシート、プラスチックシートってどこですか、これか。全然ないわ。ちょっと雨降んねえな。雨降らないのきついね。雨降ってほしいな、マジで。どうしよう。これ、アグレードまたできんのこれ。だけど意外と持ってるよね。ナイフ修理だけはしとくか。そしたらどうしよっかな。キノコスープまた作りに行く？これ5つでできるでしょ？水1本で。で、野草。野草5つでもできるもんね。5つ。肉は3つないとダメでしょ？いや、こんだけでいいわ。うん。リパシさん。現実の長身もこのくらい料理してくれたらね、ボワイに。はぁ、あ、来た。ゾンビいた。ゾンビいた。ゾンビいたわ。庭ゾンいたわ、庭ゾン。庭にゾンビいたわ。あの、トラバサミ。トラバサミセットするか。もうあいつうぜえわ、ゾンビ。パチンコな？リパシさん。ニワゾンってなんかミヤゾンみたい、わら。あれパチンコさ、なんか書いてない？クラフトスリングショット取得後、あれコーディがスキル覚えないともしかして攻撃できない？何何、なんかミヤゾンみたい。なんだよ、全然意味が分かんないよ。コーディがそれのちょ、うん、回収台。リパシさん、そもそもニワゾンが意味わからないだろ、わら。わかんねえよ。ダウングレードってさ、施設。これさ、戦闘でさ、なんか覚えなきゃいけない？ステルスモード、敵に傷。これ、パチンコを全然しないんだよね。ストレス。遠距離スキル。はい。オーディが動物を狩猟できる。オーディンがスリングショットを使って。これか。スキルってあの3つから選べるの以外にあるの？ん？スキルって？え、これ？これスリングショットを使って戦うことが、で、戦うことができないのか、そもそも。一度に2つの弾発射でき、1つの弾丸消費で2箇所ヒットすること。これ何？スリングショットによって？これか、スリングショット。動物を狩猟できる。リパシさん、ガチャガチャみたいなやつ以外にもあるのか。あ、ガチャガチャみたいなやつ以外だと、ここに乗ってるやつを取ることができる。あ、これじゃない？コーディが武器で様々な弾丸を使うことができる。コーディが任意の敵に150回攻撃する。あ、これだ。これで的に攻撃しまくって、コーディのリロードが速くなる。これだ。これでやればいいんだ。だからスリングショット、このパチンコを修理できねえな今。いや、ここでだからパチンコ打ちまくっていろんなのを弾にできるようにすればいいんだよ。だから練習をもっとさせればよかったんだよ。練習して弾打てるようにすればよかったの。はい、こっち来い。はい、こっち来い。あ、え、ここでなんかねえか。これ使えね。
ここで引っかかんじゃねえぞお前これ。イトシさん、やっぱり練習が一番か。練習一番だったみたい。なんかここでコーディ行け。これで今32だったでしょ、コーディのあれが。これが32のまま。あれこれ、これ打つの待つか。これで戦闘経験値5って出てるけど、これ何でいいのかな。30、あ、34になってる。あ、増えてる増えてる。でコーディ修理、修理で経験値を生かして、でコーディ打て。よし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 、もうパチンコ壊れてもいいよ。ちょっと今あれないけど、リパシさん、倒しきったらその時攻撃した回数加算されるのかな。クスナガミパンダね、あれ攻撃終わった時じゃない、あれリロードが終わった時かな。いっか、あ待って、エネルギーっていうか、だいぶガソリン減ってきてない？やばない？やばいよね、気すんな。ガソリン、ガソリン足りなくなんない？これ食料保存できなくなるな。近いぞ、終わりが近いぞ。小麦粉作れるようになったでしょ。チステータス、クラフト残り1時間で出てるね。一旦外出て木材取れるか見て、あ、家に帰ってくるとき木材取れるか見れるか。リパシさん、終わらないぞクスナガミ、お会いに。もう終、もう終わりが近いよ。終わりの始まり。ここでポテト、雨降っててほしいな。雨降っててほしい、正直雨降っててほしい。そこだけお願い。あれなんだよな、あれなんだよな。一旦ここ奥行くか。あの木は取りたいから。間違った、よっ。あ、当たるの？間違った間違った間違った、当たるわ。よし、こっち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 、これこれ木取って、え、ゾンビいるの？え、二人いるゾンビ。そう。あー、一撃系じゃない。あー、厳しい厳しい。アク刺さったね。アク刺さったね。ここでまだ取り終わらないかな。まだいる？あー、ゾンビいる。待て。ここ。だけど本当にここのポテト農場は大切なのよ本当に。まだ声聞こえたような気がしたけどな、いないか。リパシさん、ね、畑にめっちゃゾンビいるじゃん、わら。ね、やばすぎるよマジで。やばすぎるんだが、いやマジでここの畑は重要だからさ。もうさ、ここがさ、雨降るようにさ、何が起きてもさ、通るときはここ、ここに寄らなくちゃいけないと思うんだよね、何するにしても。もうここ畑に水あげてたらマジで水が終わる。あー、クラフトせ、あー、まあ、クラフトしてねえからいいか。一応種は植えるけどさ、頼むよコーディ、ションベンしてくれ、もっとションベンしてくれ。なんだこいつ、匂いが足りねえぞお前。コーディどうした、俺コーディのスキル間違えてるか。生存、どれだ、あ、これ 15% の数で水拭くことがある、してるような気がするんだけどな。ガチャるか、釣りをしてるときに2匹釣る。